はい、もこと申します。ちょっと今ね、緊急で動画を回しているんですけれども、今日ですね、横浜の K アリーナという、まあ、本当に特大のイベント会場、来ておりましてですね、今回のハイパーゲーム大会とですね、加藤純一さん主催のですね、ゲーム、大規模ゲーム実況者配信者イベントに呼んでもらってリーダーとして出させてもらってます。で、ちょっと今なんかその合間になんか、テレビの取材が入るという、ちょっと本当にもう芸能人のような扱いを受けていましてですね、ちょっと今そのなんか控え室みたいなのところに入ってるんですけども、K アリーナの控え室がもうすごすぎてちょっと緊急で動画を回さざるを得なかったです。はい、こんな感じでもうユニフォーム着て、髪の毛も金髪企業家のヒカルさんみたいになって、ちょっと生かしてるんですけども、これ自由に食っていいらしいです。はい。これちょっと食ったのか、これ。何これ。奥の細道って3000里ってしてる。母を訪ねて3000里、3000里かな。ちょっとじゃあ早速実食レビューしていきます。うわ皮もちもちで中になんか変なあんみたいなの入ってますね。これ何、もちもちじゃん。うんで、なんと楽屋なのに見てこれ、もうホテルみたいにさ、シャワールームあるやん。すごくない？すごいわ。寝かないっていうか、寝泊まりできるようになってるのかな。ほら、もう、ほぼホテルでユニットバスあって、ね、シャワーがあって。すごいっすね。で、ハイパーゲーム大会、ハイパーゲームイベント、ジュンというロゴも入ってますけれども、すごい、あそこにでっかいモニターもありますわ。で、こんなか、待って、冷蔵庫ある、こんなとこに。オレンジよりもええやん。ケアリーナに住もうかな、俺。これは棚じゃないの？あ、すげえ、もう。半分キッチンみたいな感じでさ、ね、なんかここに IH のコーナーあったらもう料理とかできそうな。へえ。あ、で楽屋にあるこういうここにさ、女の子とかがさ、つけんのよ、エクステとかなんかストレートパーマ当てるやつとか、ね、アイロンか。で色はずもしっかり完備。今日のご飯見てください。ほら、特製のカレーにサラダ、メンチカツ、スパゲティ、やっぱこんなん差し入れ食ってる場所ある、これ。うわうわ、ディナータイム4時半って書いてある。この時間重くと出番なんで食えないです。だから朝飯ちょっと早くランチ食いたいな。このレッドブルなんですけど、これはゼータさんという配信者を抱えてる超大手事務所さんから差し入れでありましたね。最高や、これ。一生差し入れとケアリーナで食ってこう。家帰らんでええやん、これ。ここにあと実況動画撮れるね、環境さえあればもう、ほんまにここで住めるわ。すごいっすね。この後なんか、テレビの取材入ってるんで、はい。まあ、じっくり待とうと思います。こうやって寝っ転がってさ、最高や、これ。最高の気分や、これ、ほら。最高の気分。最高ね。